富士グラン岩国は山口県岩国市マリフ町2丁目9の8にあるショッピングセンター。富士の展開する CSC 富士グランの一つで山口県内における店舗の第1号店。ここでは富士グラン岩国がある岩国駅前商店街についても触れる。1987年4月に富士ショッピングスクエア岩国店として開店。1994年4月に 富士グラン岩国に改称した。富士グラン岩国は国道188号沿いに位置し、多くの商店が軒を連ねる岩国駅前商店街の一角にある。地上7階建てで中国地方の富士グランの中では珍しい店舗外観の壁が白塗りの店舗である。2018年2月6日から2月28日までの期間、店舗改装のため一旦閉店。 3月1日にリニューアルをオープンした。新しくなった富士グラン岩国は1階にイートインコーナーを新設したほか新テナントを3点をオープンさせた。食料お品売り場は1.2階の2フロアになった。また7階と6階のフロアを閉鎖、残りの売り場フロアを充実させた。7階はフードコートが存在していたが2014年の マクドナルド閉鎖以降はグリーンオアシスのみだった。本通り商店街サイド、岩国駅前より国道188号沿いに富士グラン、岩国までの区間と、そこを軸として西に伸びる区間、商店がの木を連ねる商店街。岩国駅前中通り商店街はアーケードが設置されている。かつて岩国駅前本通り商店街に日岩国店が存在していたが、 富士グラン岩国のオープン後の1995年に閉店している。毎年10月の第3日曜日にはこの商店街をメイン会場とする岩国祭りが行われている。ありがとうございます。